SBS マイホームセンターすっとん静岡昔話。すっとん静岡昔話の時間がやってまいりました。案内役の八木陽光です。さて今日は浜松市に伝わりますぬえたいじというお話です。それではどうぞ。二条天皇の御代のことでございます。月のない夜になると必ずぬえという会長が東三条の森から御所にやってきてひとしきり泣くのでございます。その声はひよーひよーという奇怪な鳴き声で、大君はそのために眠ることもできなく焦燥しておいででございました。そこで弓矢を取らせたら、当代随一の誉れ高い源頼政様にこのぬえ退治をお命じなされました。ぬえを退治せよとな。闇夜にしか現わねんという会長をどうやっている。大君の勅命であれば何としても退治しなくてはならぬよ。あった策がない。源頼政様は岩清水八幡宮にもう出て八幡大菩薩を祈りました。七日参りの最後の晩のことでした。かぶら屋を引き放てばきっとぬえの驚きの声がしようぞ。すぐさま矢をつがえ、その鳴き声めがけていてという声がしたのでございます。その声は頼政様にしか聞こえなかったのでございますが。はやた、これよりすぐに佐渡へ行け。よいか。佐渡には矢だけの名産地があると聞く。よいか。佐渡の矢だけで三節で三尺七寸のものを二本揃えて持ち帰るのだ。よいな。は、承知いたしました。これよりすぐに佐渡へ。うん、頼むぞ。伊の早田という若武者はすぐさま早馬で敦賀の港まで行き、そこから船で直接佐渡へ向かいました。この伊の早田というものは何でも遠江の国の住人で、御所を警護する大番役で都に上っていたのです。頼政様はこの早田という若武者を気に入り、いつもそばに置いていたのです。佐渡には確かに矢だけの名産地がありました。早田は早速に三節で三尺七寸の矢だけを探し求め、都に取って帰りました。うん、この矢だけならきっとぬえを退治できよう。それには次に山鳥の羽を手に入れなくてはならぬ。今度は早田、山鳥の尾羽じゃ。六甲団で七尾の山鳥を射てまいれ。承知。七尾というのは、尾羽の模様が七つの節目になっているものです。七尾の山鳥は、山を七峰越えることができるといいます。その飛翔力を、弓矢の矢羽に求めたのです。二日して早田は戻りました。お殿、これなる山鳥でいかがでしょう。見事な大羽。早速この羽と佐渡の矢だけで矢を作らせようぞ。矢だけは根元先に用いるのです。矢師はこれも当代一という伊勢春信というものが当たりました。雨尾と呼ぶ尾羽の真ん中の羽と、石打ちと呼ぶ
尾羽での一番外側の羽を用いてかぶら屋をこさえました。また本屋は風切り羽を用いて作りました。かぶら屋も本屋も矢尻は一条兼政という火事の手によるものでした。早田、明日は闇よ。きっとぬえが来る。よいか。ぬえは必ずかぶら屋の風音で驚き、居場所を明かすように泣くはず。そこをすかさずこの本屋で射抜くのだ。早田、この塩丸と呼ぶ刀を預ける。ぬえを切れ、よいな。はは。獅子王丸という刀は二条天皇が頼政様に下賜された名刀でした。その晩は夕日を追うように月も西に早くに隠れ闇夜となりました。すると東三条の森からヌエが飛び立ちました。やがてひよーひよーという鳴き声が御所の上でし始めたのです。大殿、あの鳴き声はヌエでは。いかにも。だがな、あの鳴き声にめがけて弓矢を射ても無駄矢を射るのみ。まずきっと御所のどこかに降りる。その時にはあの声がやむのだ。そこでかぶら屋をいる。よいな。承知いたしました。ひよーひよーという鳴き声がやみました。頼政様は弓を引き絞り、御所の空めがけて言いました。すると、ギョッという鳴き声が、大君がお休みになられる清涼殿の屋根の上でしました。頼政様はすぐさま二の矢を射放ちました。早田、手応えがあったぞ。あたりを探せ。はは。早田は獅子王丸を抜き音の下方へかけて行きました。こやつか。おう、そっちへ落ちたか。とどめをさせ。承知。えい、やっと。早田はまずヌエの首を切り落とし、次に尾っぽ、そして胴を切りました。すると首と尾っぽと胴体がピューと空へと飛び去ってしまいました。早田、どうやらヌエを退治できた。まことに。大殿の弓矢の前にはどのようなものも太刀打ちできませぬ。獅子王丸の切れ味はどうじゃった。あまりに軽く切れ、なんだか本当に縫えを切ったものか実感が今一つありませぬ。そうか、さすが大君のもとにあった名刀じゃ。よい早田、その獅子王丸をそなたに死んでよ。それは本当のことですか。この頼政に二言はない。その後、源頼政様は三味という高い位になられましたので、源の三味頼政様、あるいは三味の頼政公とお呼びするようになりました。大殿、お知らせが。何じゃな。私の郷里浜名の三日日に例のヌエの頭と尾と胴体が落ちてきたとのことであります。ヌエの頭と尾と胴体が落ちてきた。はい、郷里よりそのような知らせが参りまして、頭の落ちたところをヌエシロと呼び、尾の落ちたところをオナと呼び、胴体の落ちたところを胴先と呼ぶようにしたとの知らせも書き連ねてありました。そうか、
そちの郷里に飛び去り落ちたか。頼政様が最初にいたかぶら屋が落ちたところを矢塚と呼ぶのだそうです。すっとんおしまい。今日のヌエ退治いかがだったでしょうか。平家物語によりますと、ヌエという妖怪が都に2度出現しているんですね。そしてその2度とも源頼政によって退治されているわけです。この平安時代の末期というのは、非常にその怨霊に震え、そして妖怪に震えたという、そういう都人、でそういう中に陰陽師という呪術に長けた人たちが登場して、その都の貴族たちの生活を支えたと。つまり呪術によってこういうふうにしなさいということをですね、その陰陽師たちは生活の手助けといいますかね、精神的な拠り所となったわけです。そういう時代にあってですね、この源頼政というその武の人、つまり武人が活躍した話なわけですね。つまり武という非常にこの現実的な力、武力というものを持ってその妖怪を退治したという展開なわけですね。ここには新しい時代、つまり武士たちの時代が始まるぞという、そういうことを予兆する物語だったわけです。いかがだったでしょう。それでは皆さん、また来週、さようなら。ただいまの出演は源頼政加納仁、伊野隼太、吉田忠、ナレーション丹下由紀子。以上、 SBS ラジオ放送劇団、そして音楽杉本蓮太郎、際は脚色八木陽光でした。